星オツアイダム秘文は、8世紀に建てられた東、特決第二河岸国時代の秘文で、発見地である星オツアイダムからその名が付けられた。星オツアイダム秘文には、ビルゲカガンを称えた秘文と、キュルテギンを称えた秘文の2種類あるので、それぞれビルゲカガン秘文、キュルテギン秘文と呼ばれる。また、オルホン川流域にあることから、オルホン秘文とも呼ばれる。 ビルゲカガン碑文のレプリカ。表面には、特決文字、トゥルク語で、初代部民カガンから、ビルゲカガン、キュルテギンまでの歴史が刻まれており、裏面には、唐の元祖から送られた漢文が刻まれている。この碑文によって、多くの民族名や、地名のトゥルク語を知ることができ、古代トゥルク語を復元する上での重要な資料となっている。1889年。 ロシアのニコライ・アドリンツェフがオルホンカハンの星をサイダムで発見。1893年にはデンマークの文献学者ビルヘルム・トムセンによって解読された。冒頭に近い部分に見える一節は特決化ガ国の建設を描く。これに続けて、その後のカガ重心たちの無知、主張と民衆との争い。 それらに付け込んで、中国の老した策略などのため、第一カガン国が瓦解して、特決所属が、党の厳しいに服するに至ったこと、そこからイルティリシュカガンによって、特決が再考されたこと、などを描き、イルティリシュカガン時代から、ビルゲカガンキュル、テギン兄弟の死に至るまでの彼らの功績を、それぞれの年齢、または十二四十記念によって変年して記し、彼らがいかに、 賢明で、勇気ある、猛う遊牧騎馬民族の英雄であったか、そして、死すべかり市民を、生かしやしない、裸の民を、衣服持てる者とし、まずしき民を、冬たらしめるのにどれほど力を尽くしたか、を称えている。ある、ソ連の学者はこれを、一種の宣伝文、訓会の文章と表し、クリアシュトルヌイは、二世紀を経た後も、すでに過ぎ去った。 諸事件に関する追憶を保持する伝承は、歴史的というよりはむしろ、叙児史的と呼び得るかもしれないと評した。キュルテギン秘文とビルゲカガン秘文はそれぞれ、血キンとヒトギカガンの死後に混流されたと推測されるため、その年は彼らの死の翌年、すなわち732年と735年であると思われる。また、この両秘文の執筆者は、 ビルゲカガン、キュル、テギン兄弟の甥いにあたるヨルリグテギンであるため、多くの部分で共通している。ブミンカガン、イステミカガン。大抵は、イリカガンと質点密に否定されるが、内田銀風は、オルホン飛ブンにあるアイスタミとは、別人で、質点密はそれにあやがって付けられた名前であると、している。また、松田敏夫は、質点密カガン、イステミカガンの名は、 当初において、中国人に知られた形跡がなく、突血の分裂後に、突血人によって考えられた伝説的君主の名であり、いわゆる質点密日減とは、メナンデルのシルスシルジブールに求めなければならないとした。イルティリッシュカガン、ビルゲカガン、キュルテギン。ありがとうございます。